富士大橋は、福島県川沼間国藍津番下町大和坂本、柳津町大和藤の只見川に架かる国道49号の橋町219メートルのトラスドランガー橋。藤大橋以前に架橋されていた藤橋についても説明する。藍津番下町と柳津町を隔てる一級河川只見川を渡り、国道49号を通す。東詰めは、 川沼郡藍津番下町坂本に位置し、藤分かれ交差点があり JR 只見線藍津、坂本駅周辺へ向かう、国道252号9道と分岐する。さらに等身すると、国道252号原道が分岐する、番越自動車道藍津番下インターチェンジ交差点があり、七折峠を抜ける七折峠トンネルに至る。西爪は、川沼郡柳津町富士に位置し、 付近には、福島県道342号富士骨盤線への分岐があり、さらに精神すると、富士峠を抜ける富士トンネルに至る。老朽化が進み福音教唱であった、従来の富士橋から架け替えられたもので、1981年度から事業化され1985年に完成した、全長219メートルのトラスドランガー、桁橋である。 掃除業費は28億円。建設当時、島町175メートルのトラスドランガー橋は東洋一の規模であった。そのために昭和60年度前検証を受賞している。富士大橋架橋以前に供されていた橋である。当地における架橋は1885年に初代富士橋として全長108メートルの目標がかけられたことから始まる。 以後流出と佳境を繰り返し、1927年には、コンクリート橋脚の吊り橋が建設された。しかし、下流に、片門ダムが建設されたことから、ただ川の水位が、上昇し、急遽が水没するために1953年に、新たな富士橋として、全長210メートルのトラス橋が建設された。ありがとうございます。